2011年のカタルーニャグランプリはロードレース世界選手権の2011年シーズン第5戦として6月3日から5日までスペインのカタロニアサーキットで開催された 125cc クラス予選ではポイントリーダーのニコラス・テロルが3戦連続となるポールポジションを獲得2番手にエクトル・ファウベル3番手にマーベリック・ビニャーレスと続きフロントローのメンバーは 前線と同じになった。日曜日は朝方に雨が降り、決勝レースは徐々に乾いていく路面での戦いとなった。序盤はテロル、ビニャーレス、ヨハン・ザルコの3人がトップ争いを展開、終盤はビニャーレスが徐々にタイムを落として、テロルとザルコのマッチレースとなった。ファイナルラップの最終コーナー立ち上がり、2番手につけていたザルコが、 テロルのインを刺し、テロルは遠石の外側のダートにまでラインを外してタイムをロスし、ザルコがトップでチェッカーフラッグを受けた。ところがこのオーバーテイクの際にザルコがテロルを肘で押し出していたことが危険行為と判断され、20秒のタイムペナルティが課せられた。この結果テロルがシーズン4勝目を挙げることとなり、2位、ビニャーレス、3位、ジョナス・フォルガーと続き、 ザルコは6位に終わった。ポイントランキングでは、トップのテロルが2番手のサンドロ・コルテセとの差を48ポイントにまで広げた。元ニクラス予選では、ポイントリーダーのステファン・ブラドルが開幕から5戦連続で、ポールポジションを獲得。2番グリッドには、地元アレックス・エスパルガロ、3番グリッドには、前年のカタルーニャ GP の勝者である、高橋祐希が続いた。 決勝レースでは、ブラドルが一度もトップの座を譲ることなく、終盤には、独走状態を築いて、シーズン3勝目を挙げた。2位は、前線の勝者マルク・マルケス。3位には、アレックス・エスパルガロが入り、自身 GP 初の表彰台に立った。高橋優希は8位走行中の6周目、前方を走っていたトーマスルティの、ハイサイドに巻き込まれる形で点倒リタイヤとなった。 またフリアンシモンが2位走行中の16周目に、ケナン・ソ・ホーグルに追突されて転倒離体や、右足の軽骨、肥骨を複雑骨折する重傷を負い、この後3戦の欠場を強いられることとなった。ポイントランキングでは、ブラドルがリードを広げ、43ポイント差のランキング2番手には、今回4位だったシモーネコルシが浮上した。モートジッピークラスでは、前戦のクラッシュで、 右鎖骨を骨折したダニペドロサが欠場、また金曜日のフリー走行では、モンスターヤマハテック3のコーリン・エドワーズも、単独転倒で、右鎖骨を骨折し、予選、決勝は15人のライダーで争われることとなった。土曜日の予選では、マルコ・シモンチェリが、クラス初のポールポジションを獲得。前線のクラッシュの当事者であるシモンチェリは、この週にレースディレクションの聴取を受け、 前線でのミスを認めて今後同様のことを繰り返さない胸の反省の弁を述べていた。日曜日の決勝では2周目にトップに立ったケイシー・ストーナーが後続との差を徐々に広げに連勝、シーズン3勝目を挙げた。2位にはホルヘロ連ソ、3位にはベン・スピーズとヤマハワークスの2人が続いた。シモン・チェリはスタートに失敗し、 その後もペースが上がらず6位に終わった。チームメイトの青山博和は4周目にランディド・プニエと接触してシーズン初となる点灯リタイヤを喫した。ポイントランキングでは2番手のストーナーがトップのロレンソとの差を7ポイントにまで詰めてきた。注釈ヨハン・ザルコはファイナルラップのオーバー・テイク時の行為がルール違反に問われ20秒のタイムペナルティが課せられた。 ありがとうございます。